リケッチアは、競技では、リケッチア族、抗技では、リキッチイシー化の微生物の総称。ダニ等の接触動物を媒介とし、人に発信チフスあるいは各種リケッチア症を引き起こす。ウイルスと同じように細胞外で増殖できない。変性細胞内寄生体とも呼ばれる。名称は発信チフスの研究に従事し、結果的にそれが原因で亡くなった、アメリカの病理学者。 ハワード・テーラー・リケッツの名にちなむ。リケッチアは、非運動性で、グラム染色で陰性である。14メートルの球状、または肝体、あるいは連鎖状、繊維状の形状を示す。ウイルス、クラミジア、ファイトプラズマ等と同じく単独で増殖ができない。増殖は、宿主の血管内皮系の細胞内で行われ、宿主細胞の代謝低下時に最も良い増殖を示す。 宿主細胞から取り出し単独に置くと急速に死滅する。感染した血管には血栓が生じ、血管破裂、ず、えしを引き起こす。これが体のどこで起こるかは種により異なり、これが症状の際を引き起こす。自然界では、ネズミなど小型哺乳類、ダニが保有しており、白ミ、ダニ、ツツガムシの接足動物を媒介し、人に感染する。 クエン酸回路を構成するすべての遺伝子を持ち DNA 解析によりミトコンドリアとの禁煙性が指摘されている。テトラサイクリン、ドキシサイクリン、クロラムフェニコール等の代謝 DNA 合成を阻害する基準の抗菌薬を投与する。ペニシリンなど臨床的に品用されるベータラクタム系の細胞壁のペプチドグリカンを合成阻害する抗生物質が 全く聞かないことに注意が必要である。ありがとうございます。